視聴者さん、こんにちは。ずんだもんなのだ。ご機嫌いかがですか？東北キリタンです。どうもどうも、東北ずんこです。今までミッドナイトシーンズシリーズを追いかけてきたけど、今回はその最新作を遊ぶよ。今回遊ぶのはミッドナイトシーンズフロムザウスです。前作のザ・ナニーの事実上続編という感じの内容になっているわね。一応知らなくても楽しめるけど、より楽しみたい人は自分で遊ぶか、僕たちの動画などを確認するといいかも。注意事項をご確認ください。あら、同性愛ネタがあるのね。あるけど、それを期待してみると物足りないかもなのだ。どちらかというと、苦手で避けたいという人は、視聴をご遠慮いただいた方がいいかなという感じです。それじゃ、ミッドナイトシーンズの世界に出発しましょう。ワクワク。あ、マウスカーソルが邪魔ですね。ごめんなさい。この辺りの演出は他のシリーズ作品と同じね。イライジャ、18歳。彼の人生は、ファーンウッドクリークセンターへの新しい患者の来訪により大きく変わることになる。電気を消して、この身も凍るような物語をお楽しみください。別次元へようこそ。ミッドナイトシーンズへようこそ。今回の主人公はイライジャという18歳の男の子だね。前作の登場人物がどういう風に出てくるか楽しみです。前作では主人公のオリバー君、ティナちゃんが行方不明になったんだったわね。あれ、これはテレビ？動物紹介の番組でしょうか。母ライオンは子ライオンを巣穴に閉じ込めて保護し、自分は周辺をパトロールするのです。自分の子孫を脅かすと判断した動物には立ち向かいます。いざとなれば激しく命がけで挑むこともあるのです。砂嵐になってしまいましたね。あら、他に選べるチャンネルがある。チャンネル位置を見てみるのだ。ニュース番組？何があったんでしょう。警察の最新情報によると、早朝に近隣住人が行方不明の男の子を発見したそうです。不安と苦痛に満ちた10年間はオリバー君が両親の腕の中に戻ることで終わりを告げました。前作行方不明になったオリバー君が見つかったの？絶対見つからないと思ってました。見つかったのは良かったけど、10年間も行方不明だったのか。そういえばオリバー君のお姉さんのティナちゃんは？彼女も見つかりましたかね。無事に男の子が見つかって本当に良かったです。お姉さんのティナも生きて見つかるかもしれないという希望が持てます。ティナちゃんはまだ発見されてないんだ。前作の終わり方からするとオリバー君と同じ場所にいたのではないかと思うのですが。真相が気になるけど番組が終わってしまったわね。次はチャンネルにを見るのだ。あ、これもオリバー君のニュースですね。オリバー君と姉のティナちゃんは両親の留守中に誘拐され、夜の森に引きずり込まれました。ベビーシッターも森に連れ去られ、無残に殺害されました。彼女はおそらく抵抗しようとしたのでしょう。2人の子供は約10年前から行方不明になっています。10年ぶりにオリバー君が見つかって大騒ぎでしょうね。ティナちゃんどこにいるんだろう。続きを見ていきましょう。これはオリバー君のお母さん。私たちが今望んでいるのはティナを見つけることだけです。そうすれば私たちは再び家族全員で一緒になることができるのです。本当に早く見つかってほしいです。今作で見つかって一緒になれるといいけど。残りの番組も見てしまいましょう。医療関係者によると少年は弱っているが状態は安定しているとのことです。10年間本当にどこにいたんでしょう。一家のスポークスマンはオリバー君は回復後青少年向けの精神科に移されると報道陣に述べました。精神科か。オリバー君、大変だっただろうけど元気になるといいわね。何しろ10年ですからね。この方法で彼の実社会への復帰をより容易なものにしたいと考えているとスポークスマンは述べました。その他のニュースでは、これで全部かな。主人公のイライジャとオリバー君、もしかして精神科で接点を持つのかしらね。そうかもしれませんね。お友達になるのでしょうか。前作のオリバー君はすごくいい子だったけど、10年間がどういう風に彼を変えているのかな。始まったわね。しばらく黙ります。ここが舞台になる精神医療センターか。すごく雰囲気のいい場所ね。大きな建物ですね。庭園もすごく広いです。
中かしら。教えてくれイライダ、調子はどうだい。どうやら右側の男の子が主人公のイライザみたいですね。僕らは皆昨日の出来事に打ちのめされている。恐ろしいことだ。恐ろしいこと？何があったのだ。うわ、これって痛い。警察が僕らの探している答えを見つけてくれることを願っている。誰がこんなひどいことを。しかし一方でこのことが患者の感情段階にどのような影響を及ぼすのかとても心配だ。精神病院じゃなくても心理的ダメージは大きいですよね。この顔はエライザなのかな。教えてほしい。ちゃんと眠れているか。不安をコントロールすることは難しくないかい。本題に入って僕に本当に聞きたいことを聞いたらどうですか。何か知っていることがあるの。どういう意味かな。オリバーのことですよ。もちろん。やっぱり同じ精神病院にいたんですね、オリバー君。彼が事件に関与しているかどうか知りたいんでしょう。それは僕らも気になるのだ。なんだって、そんなことは聞いていないよ。でも本当は？でも、彼について心配していることは認めざるを得ないね。必要なケアを受けさせたいんだけども、まだ話してくれないんだ。イライザって一応患者ですよね。こんなにいろいろ他の患者のことを話していいんですかね。もしかして症状が軽くて退院が近いのかな。彼は君としかコミュニケーションを取らないので、ちょっと助けてほしいんだ。そうだったのね。何について知りたいんです。彼との関係について教えてくれないか。実際語るべきことはあまりありませんよ。彼があるセッションの最中にやってきたのを覚えていますか。最初は彼が誰だとか、何が彼にあったのだとか、僕は何も知らなかったんです。なるほど。イライザが精神科医のアルに過去にあった出来事を話す形でお話が進むんですね。あまり怖くありませんように。さっきの遺体の様子からすると無理じゃない。ここからは今から1週間前のお話ですね。あれ、赤い車が病院に。これがオリバー君を乗せた車かしら。すごい、ちゃんとドアを開けて人が降りてくるアニメーションまで。車から降りてきたのは3人だね。これは1週間前のアルとイライザかしら。ちょうど面談中だったんですかね。新しい子らやってきたぞ。また一つ、忙しすぎて世話ができない家族に忘れられた魂が増えたってわけだ。イライザは皮肉屋さんだね。教えてほしい。この新入りの到着をどう感じる？あら、ここで洗濯し。上野、なぜ気にするんです？お洗濯。どうして僕が気にするんです？他のみんなと同様、彼は僕を嫌うでしょう。そんなことないと思うけどな。誰も君のことを嫌っちゃいないよ。ここにはいい人がたくさんいる。ここにいる子たちの中には気難しい子もいるのは知っている。何か僕が具体的に知っておくべきことはあるから。いや、全てが完璧でバラ色ですよ。何か人間関係に思うところがありそうだけど、後々明らかになるかしらね。あ、電話ですかね。失礼。はい。もちろん問題ありません。すぐ行きますよ。呼び出しかな。そうみたいですね。一緒にグリーン先生のオフィスに来てくれ。新しい仲間に会いに行こう。オリバー君に紹介してもらえそうね。興奮が抑えきれませんね。全然そんなこと思ってなさそう。それじゃ言われた通りにグリーン先生のオフィスに行きましょう。目的地は左のプレートのあるドアね。ここだな。お邪魔するのだ。これはご両親とオリバー君でしょうか。あ、来たわね。どうもどうも、はじめまして。ミスター、ミセス・ダーネル、オリバー、こちらがあるヘンダーソンです。彼がオリバーの治療の責任者です。アルは州内でも最高の精神科医の一人ですよ。米国内でも最高って言わないところが謙虚だね。ああ、どうぞおかけください。お会いできて光栄です。そして、我らが小さなスティーブン・キングであるイライジャも来てくれたようです。彼はいつもノートを持ち歩いて短いホラー小説を書いているんですよ。ティナちゃんはまだ行方不明ですけど、この発言はありなんですかね。そこら辺の感覚はよくわからんで。選択肢はちょっと計算して上で。ただの物語のスケッチです。大したものじゃないですよ。いやいや、そんな謙遜しないで。君の物語をいくつか読んだら、その晩は眠れなくなったよ。そんなに怖いんですね。アルは何回いい人そう。息子さんの写真を撮ってもよろしいですか。
新人さんとのちょっとした恒例行事なんです。回復の始まりを象徴するものです。イライジャ、いいかしら。カメラマンは任せて。選択肢は喜んでを選択。嫌がられないかな。喜んで。このカメラは素晴らしいな。写真講座で使っているようなクソみたいなカメラとは違いますね。ちょっと、いきなりそんなこと言われたら笑っちゃうじゃない。オリバー君とご両親は静かですけど。母、イライジャとその鋭いウィットときたら。よし、写真を撮るのだ。最近カメラで写真撮ってないわね。オリバー君、顔と髪型は昔とあまり変わりませんね。もうちょっとアップにするのだ。このくらいでいいかしら。フラッシュ焚きますけど、目をつぶらないでくださいね。シャッターを押すのだ。撮りますよ、ゴーダ。チーズ。オリバー君、何も言いませんね。撮れたかな。あれ、こっちを見た。この後イライジャはオリバー君に院内を案内するようグリーン先生から頼まれるわ。お母さんを押しのけた。何もかもうまくいくわ。数週間もすればだいぶ良くなって、最終的には帰ってこられるでしょう。10年間行方不明だったんだから、精神も病みますよね。私たちは、お前を愛しているよ、息子よ。オリバー君、何も話さないわね。前作の時はお父さんお母さんのお見送りしてたのにな。仕方ありませんね。オリバー君に院内を案内します。いや、聞いたように、僕の名前はイライジャでここでの君の仲間だ。一応、案内にはついてきてくれそうね。僕についてきて。僕らも院内のことは知らないからイライジャの説明を聞くのだ。ファンウッド、クリーク星少年精神医療センターにようこそ。なんとかかんとか。ご覧の通り、昔ながらの男子専用の場所だよ。患者は男の子だけなんですね。正直なところ。選択肢はそんなに悪くないを選ぶわよ。オリバー君はどんな反応を。この場所はそんなに悪くないよ。いじめっ子から離れるが、ほぼ大丈夫。精神科なのにいじめあるの？どこの国でも、どんな場所でもあるのね。気がめいるわね。僕は日に日に悪化するパニック障害のために、数ヶ月ほどここにいる。なるほど、パニック障害でここに。君は、どうして彼らは君をここに閉じ込めようとしているの？オリバー君は無言と。まあでも、聞かれても困るかもね。オーケー、心配しないで。答えたくないなら答えなくていいから。おいでよ、どこに何があるか、教えてあげる。このはしごの上のおじさまは。凄腕の嬢、ゴンザレスはあと1ヶ月で退職なんだ。ねえ、この人って遺体の人じゃない。ほんとだ、見てる。どうしてあんな亡くなり方をしたんでしょう。当然1週間前は生きてセンターで勤務してたのね。彼がいなければ、この場所は崩れ落ちてしまうだろう。建物自体が古いから、メンテが必須ということでしょうか。やめて大丈夫なのかな。でも1週間後にはなくなるのか。これはマイケル神父、囚人たちとポーズを取るこの施設の創設者さ。創設者は神父さんなのね。写真自体古そうですね。気を取り直してポストを調べるのだ。郵便物はここに入れてくれるよ。もちろん検閲の上でだけど。おや、右側にいるのはガチョウでしょうか。マスコットキャラクターの店、マーフィーだよ。かわいいわね。豪華なセンターには馬がいる牧草地があるけど、ここにいるのはバカなガチョウだよ。ガチョウ、かわいいけどな。ちょっと、オリバー君に何かぶつかったわ。もりゃ帰れ、もうかり。今までずっと行方不明だった子に、なんてことするんですか。しかも今ぶつけたのって硬いものじゃない。そうだ、行っちまえよこのバカ殿が。そのうち慣れるよ。スタッフの人たちは見て見ぬふりなのかしら。ツアーを続けるかい。うん、嫌な感じがするのだ。それからオリバーに庭を案内しました。誰もが彼に疑わしげな目を向けていた。なんでです。気の毒だとは思わないんですか。みんな私たちみたいに昔のオリバー君を知らないから。その時は彼の顔がニュースに出ていることを知りませんでした。オリバーと今起こっていることとの関係についての全てのナンセンスさは1分以内に広まった。もしかしてオリバー君が来てから怪奇現象的なものが起きたのだ。オリバー君とティナちゃんはそもそも化け物に誘拐されていたんですよね。よく考えたら、なぜ彼だけ戻ってこれたのかしら。庭に出てきたのだ。この庭は僕のお気に入りの場所なんだ。ここに一人で座って何時間も描いていられるんだ。僕らは。オリバー君、
オリバー、彼はどこに行こうとしているんだ。後を追いましょう。庭はちゃんとお手入れされてて広いね。オリバー君、どこですか？いた。庭の大きな木を見ているわね。あ、うん、これは巨大なオークの木だよ。木が好きなの。うわ、何が起きたのだ？もしかして不思議な力を手に入れたんですか？あれはどうやってやったの？君が触ったら鳥たちがおかしくなった。説明してくれる気はなさそうね。言いたくないなら言うなよ。でもすげえ不気味だったからな。もうあんなことはするなよ。もしかしてオリバー君の周囲で怪奇現象が起きたからいろいろ疑われてるってことでしょうか？何かに取り憑かれてる？庭を散歩した後、彼にカフェテリアやワークショップの教室を案内し、最後は寝室スペースに行ったんです。僕らはそこで不愉快な出会いをしました。エイデンとテオかな？その二人がいじめっ子なのかしら。他に誰がいるんです？スタッフ側でも問題児の存在は把握してるんですね。患者さんだから注意しにくいのかな。ここが僕らの寝室だよ。ああ、クソ、あの二人の道場か。もしかしていじめっ子の二人が？何回かにも悪そう。はい、見ろよ、新しいガールフレンドを連れたメアリー・シェリーじゃ。頭を刈り上げたる方がエイデンなんですね。イライジャは黙って耐えているわね。お前が新入りだわ。今現在のスターだな。アホ殿のホテルにようこそ。こいつらただの不要じゃないのだ。でも僕らは幸運でした。エイデンは僕らと丁重に握手して去っていったんです。え、絶対嘘ですよね。やっぱり私がズンダーローでこいつを。頭こずかれてるじゃん。ムカつくこの刈り上げ野郎。はい、新人。ここでエリーヒネと一緒に過ごしすぎると、クイズをもらっちまうぞ。注意しろよ。やたらと、イライジャのことを女の子扱いしますよね。もし仮にイライジャがゲイだったとしても、あんまり表に出すとは思えないけど。ひひひひ。テオの方はあんまり喋らないんだね。二度と近寄らないでください。二人とも大丈夫。あのクソ野郎どもはエイデンとテオだ。僕がもしも君なら、特にエイデンには近寄りすぎないようにするだろうね。彼は暴力的なレイとグループに参加してて、アフリカ系アメリカ人のカップルに暴力を振るって刑務所に入ったこともあるんだ。え、マジモンのやべえやつじゃん。犯罪者の更生もここの病院でやってるんですか？女の子の方は目を失ったんだ。嘘でしょ。本気でズンダーローしなくちゃ。エイデンについてもう少し話してもらうのだ。これは事件が起きそうですね。エイデンの父親は州知事選に立候補してるんだ。彼はこのセンター最大の後援者でね。なるほど。だからスタッフも強く言えないのね。今は選挙期間中だから、彼はエイデンをここに閉じ込めてタイミングの悪い恥辱を回避することにしたんだ。父親も父親ですね。当選してもスキャンダルで失脚するでしょう。テオは？もう一人のテオは謎の男だけど、めちゃくちゃ怖いよ。このセンターマジでどうなってるの？彼のかわいそうな母親が虐待に満ちた結婚生活から逃げ出そうとした時、刺し殺されたんだよ。まさかテオが母親を？いじめっ子の領域超えてるのだ。ガチ犯罪者じゃん。警察によるとテオ本人にやられたんだそうだ。でも有罪にするほどの証拠は見つからなかった。オリバー君とイライジャが心配になってきたわ。当時彼は9歳だったんだって。9歳で母親を？19歳じゃなくて。ツアーを続けるかい？オリバー君、ここまでの情報にも全然動じないわね。この後、左側のお手洗いを案内して、ツアーはお開きとなります。教えてよ、どの寝室を割り当てられたの？9番だね。9号室かい。おいでよ、案内するから。今回、お化けだけじゃなくて、人間も怖くて厄介ですね。ほら、ここだよ。僕の寝室は3号室だ。何かあったら。あ、イライジャ、元気出すのだ。え、この音は、ノイズ。この音はなんだ？中から聞こえてきた。オリバー君の部屋を覗き始めたのだ。電気が点滅を。この音は、化け物がそばにいるのだ。僕は大丈夫だ。出て行ってくれ。頼む。誰にも見られたくないんだよ。でも、この場で襲っては来ないようですね。それは助かるけど、どうなっているの？一体、彼は誰に話しかけていたんだ？
チャンネル登録、高評価、よろしくなのだ。